チャンシッターの自責を記した宮瀬 D、非文チャンシッターは、パガン王朝の第三代の国王。パガに最盛期をもたらした王として評価されている。日本語では、チャンジッタとも表記される。名前の語源は、チャンシッター、あるいは、下級役人を表す単語、カランを短縮化した、ちゃんと兵士を意味する、シッターの二語を合成したと考えられている。パガン王、 アノーヤターの子あるいは家臣と考えられている。パガン朝滅亡後に編纂されたビルマ語の応答詞には、アノーヤターに献上されたインドの女性が見ごもったことしているが、彼がパガンの応答に属するかについて研究者たちは疑問視している。研究者の王のトールは、応答詞内の記述にチャンシッターがアノーヤターの血筋に連ならないことを示唆する箇所が複数あると指摘した。また、 G.E. ハーベイは、アーナンダ寺院内のチャンシッター像の要望が、ビルマ族にはない特徴を備え、インドの人種に近いことを指摘している。チャンシッターは、アノーヤターの配下として、遠征に従軍し、モン王国遠征で先行を立てた。モン族が統治するペグーに、クメールの兵士が侵入した時、アノーヤターは、チャンシッターを救援に向かわせ、チャンシッターは、インド出身の兵士を率いて、 防備に向かった。チャンシッターが侵入者を撃退した後、ペグーからパガンに貢ぎ物と共に王女キングがノー屋ターの日として送られるが、チャンシッターは護送中に彼女と恋に落ちる。この事件はノ、あのー屋ターの知るところとなり、チャンシッターは王宮から追放され、チャウンビューで陰性生活を送った。チャウンビュー滞在中に彼は現地の女性ダムプラと交際し、 チャウンビューを離れる前、ダムプラニコが生まれればその子に王位を与えるという約束を取り交わした。あの親たあの、コソウルーが即位した後にチャンシッターは宮廷に呼び戻されるが、再びキングと関係を持ったため、ラングン付近のダラに左遷された。ペグーの門族がソウルーに対して反乱を起こすと討伐に従軍し、鎮圧中にソウルーが戦死すると、帝臣たちによって王に擁立される。 ン族に勝利した後、大壮上神、アラハンによって退官され、正式にパガンの王に即位した。アーナンダ寺院、チャンシッターは知性においては、考えを積極的に進めるとともに、ビルマ族とン族の融和政策を実施した。チャンシッターの知性に残された碑文は全て文語で書かれ、他の王の知性に書かれた碑文には、モン語が使われていないことより、王のトールは彼が、 文族の血を引いている、可能性が高いと述べた。チャンシッター在位中の建築事業としては、長四寺院、アベエアダナー寺院が混流され、またあの屋ターの地勢に着工された、シュエズ・イーゴン・パゴダが完成したことが挙げられる。彼が混流した寺院の中でも、1090年もしくは1091年に、混流されたアーナンダ寺院は、パガンで最も大きく均衡の取れた形をしていると、 称賛されている。アーナンダ寺院は、インドからパガンを訪問した仏像の話に基づき、オリッサのうだやきりに建立された、アーナンダの洞窟寺院を模して設計されたものであり、寺院の内部はインドから招聘した画家による壁画で彩られている。チャンシッターには、シュウエンティという娘がおり、パティカイアの王子が、シュウエンティに求婚した。帝神はパガンを、 外国の王に委ねるものだと猛反対し、シュウエ,エンティを、総流の子総ユンと結婚させた。総ユンとシュウエ,エンティの間に男子が生まれると、チャンシッターは大いに喜び、アラウンシードゥーを、後継者に指名した。アラウンシードゥーが生まれた後、チャンシッターが、チャウンビュー滞在中に設けた、非政治ヤーザクマーが現れると、ヤーザクマーに、北アラカンの支配者の称号を与えて、王子とし ヤーザクマーの母ダムプラを日に迎えた。チャンシッターが没する直前、ヤーザクマーは、チャンシッターの辞責を叩いた碑文を寺院に奉納した。碑文は、彼の辞責を与える、同一の内容がビルマ語、パーリ語、モン語、ピュー語の4つの言語で記され、現存する最古のビルマ語碑文として知られており、死学と言語学の両方で高い価値を持つ。後の時代に、イギリス人学者、 オット・ブラグレンは、ミア・ジェディ・ヒブンを手がかりとして、未解読だったピュー文字を解読した。ありがとうございます。